札幌市交通局 A810 系電車は札幌市交通局が1964年に導入した札幌市電の路面電車車両である前年に登場して好評だった A800 系の造備車として製造された連接車 A811A812 号 A813A814 号の2編成4車体 A800 型を基本とするが混雑時に 運賃収受のために乗降時間が長くなることを抑制するため、校舎より乗車し、後者の車掌台で走行中に、運賃収受を行い、全車に移動するパッセンジャーフロー方式とするため、運転台右側にドアを増設し、片側4、扉とした。運転席両側の扉は200系以来の折り土となり、中扉は乗降時間を短縮し、未改札客を減らすため、 幅 1800mm の片開き扉とし、運転台側に寄せた配置とした。この大型の1枚扉は、設置位置が両端の台車に近く、通常の引き戸構造の両開きでは、片側の戸袋が確保できなくなるために生まれたアイデアであるが、900mm 幅の扉を2枚、継いだ構造のため、両開き扉のように見える。編成両端の絞り込みは、 同じ日本車両製の MTC 並みに戻り、微灯の位置も他の車両と同様に方向膜の両側となっている。その他、両部に一灯の全小灯、引き違いの側面窓、混雑時に収納できる、ロングシートなどは継承されている。鉄北車庫時代は2系統と臨時2系統に充当され、地下鉄南北線開業による南北分断時に南車庫に移動した。 一条線の部分廃止に伴い1973年4月に旧車となった後、1976年6月に全車廃車となった。A811A812 号が中央区内、A813A814 号が白石区内の公園で自動図書館として活用されたが、1983年頃解体され現存しない。 円山公園そばの宮の森交番横広場で自動図書館として使われていた A813A814 号。ありがとうございます。